ツルザップです。で今日はですね NJKF の後楽園講義を来てるんですけど、今日はねちょっといろいろ試したことがございまして、何でしょう。ツルザップ T シャツ、はい、新しく僕お安く仕入れて、はい、販売するようにしたんですよ、はい、で、NJKF のね、はい、いるじゃないですか関係者、はい、お偉いさん、はい、あなたたちに僕のね営業力を生かして、営業力を生かしてツルザップ T シャツを販売しようかなと思ってます。なるほど、はい、なのでちょっと悪用現金必ず入れる T シャツの売り方を俺がレクチャーしますので、はい、いいですか。もう切っていいですか。そんな感じです。わかりました。はい、ツルザップです。はい、今日は拳の会の小川会長と、健人塾井端会長、お名前覚えてたやん、見つけたんで、はい、突進に来ました。最近こう見てください、ツルタップ T シャツ、かっこいいですか。最近新しく作りまして、はい、これがあるんですよ。いくらなんですか。これ、本当は5000円なんですけど、高額円価格で2500円で、しかも缶バッジが付いてくるんですよ、はい、っていうのがあって L と M がございまして、はい、全然僕売るつもりはないんですけど、一応こういうのありますよっていうのをちょっとお話しする感じです。で、動画撮ってるじゃないですか、はい、でその会長たちはどういう対応してくれるのかな、反応してくれるのかなっていうのを撮らせていただいてます。はい、ありがとうございます。これ3L か 4L じゃないとダメだ。大丈夫です、後から送ります。なるほどですね、なるほどですね。いや、うちの輸出処分に100万円くらい送っておいて、はい、あ、本当ですか。あ、かっこいいですね。いや、25万ですね。いや、これを買えっていうことね。そう、あれ買うかどうか、撮ってるから嘘はつかれへんやろ。そう、男を試すから。買いました、じゃあ買いましょう。本当ですか。あ、いい、本当ですか。ありがとうございます。食い高に着させます。やった。今営業全然下手かったね。僕は基本的にトークじゃなくて気持ちで買ってもらう。あ、もう一人来た、もう一人来た。無理やりこんなを押し付けられて証拠動画まで撮られて。リーチも絶対買いますから。M、 やっと M1 番。はい、ありがとうございます。2500円ですか。あ、3000円です。本当にいいですか。いやいや、食い高に、食い高に。めっちゃいいっすね、優しいっすね。じゃあうちも L ある。 L あります、ちゃんと用意します。ちゃんとね、この表題に500円用意しますか。すいません、動画まで撮られたら買わないっていう話になりませんね。これ買えへんかったら、あそこの会長せっこいなぁ。いやいや、それもリアルに僕はいいんです、全然。さあ、それでお願いします。ありがとうございます。ちょっと、ありがとうございます。ありがとうございます。L ちょうだい。ちょうだいます、大臣。あ、ありがとうございます。いやいや、あ、すいません、ありがとうございます。L でしたっけ。うん。あ、L です、ちょうど。ありがとうございます。井端会長です。井端会長ね。2人ともめちゃめちゃ遠征とか行くとよくしてくれるお二人なんですよね。いい、こんな仕打ちされてる。ネタバレ、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 ネタバレ。あ、本当にありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今度君中でこれ着て練習風景でインスタ上げさせますか。はい、あ、もうそれじゃもう僕得しかないですね。ちょっと何か宣伝になりましたね。特にない。見てる皆さんに。ということで両会長はとてもいい人ということで、はい、であと誰行く、とつる会長さんがどんな反応をするか、みんなに言ってください。二人は買って、あ、そう、確かにね。ありがとうございます。ということで、はい、ありがとうございました。次に行かせていただきます。はい、ありがとうございました。ツーザップです。はい、もうこわもてで有名な笹原会長ですね。ことが男の、いや、この間の宇都宮の時はありがとうございます。はい、いろいろね、ツーザップもお手伝いさせていただいて、はい、はい、なるほどですね、なるほどですね。まあ、ご存知だと思うんですけど、ツーザップ T シャツあるじゃないですか、はい、最近ちょっとお値段を安く作れるようになったんですよ。はい、で、ただ L サイズと M サイズあるんですけど、どっちがいいですか。なるほどですね、なるほどですね。売り付け、いや、一応聞いてるだけです。無理やり買わせるとかないですよ。 L と M、 L がいいですか。はい、本当はこれ、本当は5000円なんですけど、はい、僕知り合いなんで、半額の2500円です。大丈夫で、しかもバッチもついてきます。ほう、はい、1枚で大丈夫ですか。え、1枚かな、まずね、1枚で聞いてもらって、はい、
あ、もう、あ、早っ、いいですか、釣りはいらない。僕らは位置について。あ、え、マジですか。いいよ。さっきね、お二人の会長も購入してくれたんですよ、はい、まず初めてのお釣りいらないパターン、皆さんこれがいいお手本ですよ。で、あの、仙台、仙台のサザラジム、はい、サザラ会長は、男前だった。はい、ありがとうございます。久しぶりです。なんかないですか。大丈夫ですか。宣伝しなくていいですか。ないって頑張らないから。よろしくお願いします。カットします。カットします。じゃあありがとうございます。ちょっと次行かなきゃいけないんで。これ荷物になるじゃん。いや、あ、ありがとうございます。でもね、ネタで久しぶりに、ちょっとフェイスブック上げてくれたら僕シェアするんで。ね、はい、うん、ありがとうございます。はい、トゥルザップです。何？はい、トゥルザップの、公認レフリー、中山ひろみさんを見つけたんで。公認なの？公認です。はい。NJKF 公認レフリー。トゥルザップも公認。県。そう、それで。はい、実はですね、あのトゥルザップで、はい、こういう。これね、T シャツを作ったんですよ。おお、はい、これあの通常ね、はい、通常の5000円なんですけど、おお、はい、今高楽園価格で2500円で販売していて、はい、いろんな会長さんとかに、ね、声かけて、動画回して、はい、あのどういう反応するかっていうので、あ、なるほど、はい、やってます。あれ今だとバッチもついてる。あ、本当ですか。中山レフリーは、はい、この僕の営業をどうサポートするのか。ああ、はい、で、もしね、はい、もし、ね、いらないようでしたら、はい、メルカリで出していただくと3000円で売れるんで。あ、本当ですか。はい、じゃ今日は2500円です。じゃあ買います。ありがとうございます。本当に今すげえな、押し売りするんだね。はい、押し売りしてんだね。押し売りじゃないですよ。欲しいって言われたらあげますよ。なるほど。本当にこれいつまで取るの。これはまだまだお金ちゃんと払うと思うんで。いやいや、ちょっと忙しいんですけど。はい、すいません。あ、ちょっともう行かなきゃいけないんですよ。じゃあ、渡すってこと。はい、はい、ありがとうございます。ある中山レフリーが買ってくれる男でした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ということで、レフリーの竹村さんを発見したんですけれど、今日はですね、いろんなジムの会長とかレフリー中山さんとか、いろいろちょっと宣伝だけさせていただいていいですか。はいはいはい。ツルザップ、ツルザップあるじゃないですか。ええ、ちょっと生まれ変わりまして、お、新しいやつに、ちょっとお値段もお安くなったんですよ。で、通常本当まあこれ5000円なんですけど、もらえるんですか。絶対嘘。思うじゃないですか。これで高麗価格で2500円なんですよ。さらにバッジもついた、バッジ缶バッジもついてる。全然こだっていかないで構わないですよ。ただ一応どういう反応するんだろうなっていうのをちょっとカメラで抑えようかなと思いますけど、で撮らせていただいてるっていう感じなんですよ。で、今のところ一応、小川会長、拳の会の小川会長、小川会長が、健進塾の井端会長、井端会長、あと、中山さん、あとサタラジムのサタラ会長、一応皆さんも気持ちよくご利用していただいていて、まあ、まあ別に全然ね、いいんですけど、もしね、2500円なんですよ。もしいらなければ全然メルカリとかで売っていただければ3000円で売れるやつなんで、はい、別に損はしないかな。あ、そうなんですね。迷ったことは M と L なんですけど、まあ、M か L と迷ってるだけだと思うんです。でも L ちょうどあったんで、もしよかったら L サイズです。デカめなんで全然大丈夫だと思いますので、もしね、2500円なんですけど、そんなに安いんですか。あ、本当ですか。はい、じゃあそんな感じで皆様気持ちよく買っていただけますね。ありがたい、本当に。いや、すごい、本当にもういっぱい来てください。わかりました。無理だったら渡しましたって言うんです。はい、素敵な奥様にそれ来ていただいて、名刺とかしてもらうといいんじゃないですか。はい、という感じで、はい、はい、皆さん買っていただいたということで乾杯でございます。ありがとうございました。はい、なんか最後ありますか。なんか、はい、やるんです。ジャッジのあれなんで、なんか言いましょうか。公平にあれしてますんで、なんか一言言いましょう。ちょうど、はい、公平にやってます。